エドゥアルド・ミシェル・ヌニエス・メンデスは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手、右投右打ち。現在は CPBL の富国ガーディアンズに所属している。登録名はヒモナココ。愛称はヌーニー。ニューヨークヤンキース時代2004年にニューヨークヤンキースと契約してプロ入り。2009年オフにルール5ドラフトでの流出を避けるために40人枠に加えられた2010年はAAA級スクラントン・ウィルクスバリ・ヤンキースからスタートし、7月にはインターナショナルリーグのオールスターに選出された。8月19日のデトロイト・タイガース戦でメジャーデビュー。シーズン終了後にはヤンキースの最優秀マイナー選手に選ばれた。2011年はスプリングトレーニングでラミロ・ペーニャとの競争に勝利し、内野のユーティリティとして初の開幕ロースター入りを果たす。シーズンではアレックス・ロドリゲスとデレク・ジーターのバックアップを中心に112試合に出場した。2014年3月29日にAAA級スクラントン・ウィルクスバリへ移動した。4月1日にDFとなった。ミネソタツインズ時代2014年4月7日にミゲル・スルバランとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。同日にマイナーオプションでAAA級ロチェスター・レッドウィングスへ移動した。4月17日にダブルヘッダーに伴う26人目のロースター枠としてメジャーへ昇格した。同日のトロントブルージェイズ戦で移籍後初出場したが、翌18日にAAA級ロチェスターへ降格した。レギュラーシーズンでは、内外野のユーティリティとして72試合で出場。打率250、4本塁打、24打点、9盗塁を記録した。オフの11月7日に日米野球2014の MLB 選抜に選出された。2015年も内野のユーティリティの役割を担い、2年連続で72試合に出場。打率282、4本塁打、20打点を記録した。2016年は自身初のオールスター選出を果たした。2016年7月28日にアダルベルト・メヒアとのトレードでサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した。2017年7月26日にショーン・アンダーソン、グレゴリー・サントスとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。10月5日のディビジョンシリーズ第1戦に先発出場したが、右膝を負傷し、途中退場し、ポストシーズンのロースターから外れた。オフの11月2日に FA となった。2018年2月18日にレッドソックスと1年400万ドルで正式に契約を結んだ。開幕戦のタンパベイレイズ戦でランニング本塁打を打った。レギュラーシーズンでは、小児類種のダスティン・ペドロヤがシーズンを通して故障者リストに入っていたため、127試合に出場して打率265、10本塁打、44打点を記録した。ポストシーズンでは、ロースターに入り2018年のアメリカンリーグディビジョンシリーズの3試合と2018年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズの2試合出場した。2018年のワールドシリーズ第1戦で7回に、ロサンゼルスドジャースのアレックス・ウッドから、自身初の代打本塁打である3点本塁打を打ち、チームも8-4で勝利した。また、2009年の松井秀喜以来のワールドシリーズ代打初本塁打でもあった。チームは第5戦目でワールドシリーズ優勝を飾り、自身初のワールドシリーズ優勝だった。2019年7月15日にDFとなり、20日に自由契約となった。2020年1月25日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの10月28日に FA となった。2021年4月7日にCPBL の富国ガーディアンズと契約を結んだ。フィールドで時折怠慢なプレーを見せたり、ゾーン外のボール球に手を出しすぎるのが弱点。また、肩は強いものの守備力の向上が年来の課題となっている。ありがとうございます。